マーク・レイモンド・ザグニスは、アメリカ合衆国ニュージャージー州バーリントン郡、ウィリングボロ・タウンシップ出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のシカゴ・カブス参加所属。2014年の MLB ドラフト3巡目で、シカゴ・カブスから指名され、プロ入り。当時のポジションは保守だった。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグ・カブスで、プロデビュー。 A-9 ボイシーホークス、A 級ケーンカウンティクーガーズでもプレーし、3球団合計で57試合に出場して打率。288二本塁打三32打点、16盗塁を記録した。2015年は、A 級マワトルビーチペリカンズでプレーし、115試合に出場して打率。271八本塁打五54打点、12盗塁を記録した。 オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。2016年は、a 級テネシースモーキーズとトリプル A 級、アイオワカブスでプレーし、2球団合計で101試合に出場して打率。288、10本類打、49打点、5盗塁を記録した。2017年は、トリプル A 級アイオワで開幕を迎え、6月22日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のマイアミマーリンズ戦でメジャーデビュー。この年マイナーでは97試合に出場して打率。267、13本塁打、55打点、4盗塁の成績を残し、メジャーでは7試合に出場して14打数無安打に終わった。2019年8月31日にディフェとなり、9月7日に マイナー契約となった。最大の売りは1 0 0 9円であり、パワーが増せばメジャー定着もという声がある。守備では外野の両翼を守る。ありがとうございます。